アメリカのバイデン大統領は25日、ロシアが侵攻を続けるウクライナに対し、主力戦車エイブラムス31両を供与すると表明しました。And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. The Abram tanks are the most capable tanks in the world.バイデン政権が発表したのは、主力戦車エイブラムスや関連の機材など4億ドル、およそ520億円規模のウクライナに対する軍事支援です。バイデン大統領は、できるだけ早くウクライナ軍の訓練を開始すると強調しましたが、アメリカの政府高官によりますと、戦車の配備までには数ヶ月かかるとしています。ウクライナへの戦車の供与をめぐっては、ドイツ政府が25日、ドイツ製の戦車レオパルト2の供与を発表していて、両国が足並みを揃えた形となりました。